こんにちは。格闘技言いたい放題ラジオの SJ です。本日もよろしくお願いします。これを聞いていいねと思ってくれた方は、チャンネル登録をよろしくお願いします。なお、Twitter も始めましたので、フォローの方お待ちしております。では、始めましょう。今回は、スーパーバンタム級戦線。今、日本国内で、一番激アツな階級といえばスーパーバンタム級で間違いないと思います。現在バンタム級3団体王者の井上尚弥選手が今年4団体統一をほぼ確定すると見られています。そして春にはスーパーバンタム級に乗り込むことを告知しております。今スーパーバンタム級戦線では井上尚弥選手の他に日本人でチャンピオンを狙えそうな人物というのが4人います。まずそのスーパーバンタム級戦線について説明しましょう。まず WBA と IBF の2団体統一チャンピオンとしておなじみのムロジョン・アフマダリエフが君臨しております。拳の怪我が今どうなっているのかまだ情報がなく、次戦はおそらくフルトンと4団体統一戦になるか WBA の防衛戦として亀田智樹選手とやる可能性があります。そして対抗王者として WBC と WBO の2団体統一王者のフルトンがいます。このフルトンの次戦についてもまだ報告されておりません。階級を上げるという噂もあり、もしくは団体の防衛戦を行うのか、それともムロジョンと4団体統一戦を行うのか、どうなるのか、これは非常に注目されております。今のスーパーバンタム級はもう4団体のうち王者がこの2人で独占している状態です。これは4団体統一王者にどっちかがなったとしたら、下の階級のバンタム級の井上尚弥選手との戦いになるのかならないのか注目されております。まず IBF の7位に井上尚弥選手の弟井上拓磨選手がつけております。ただこの IBF は室城なんですけど、これなかなか世界挑戦が回ってこないと思うんですよ。おそらくこの拓磨選手のとこまで、これおそらく拓磨選手はバンタム級に下げて世界戦狙うんじゃないかと自分は思っております。そして同じく IBF の9位には横浜光ジムの赤穂亮選手がつけています。これも世界挑戦なかなか回ってこないと思うんですけど、赤穂亮選手は35歳、どうするのでしょうか。そして言わずと知れた亀田智樹選手ですね。WBA で2位に入っておりますが、この1位のアザト・ホバニシャン選手よりも、挑戦者決定戦に勝っているため、今亀田智樹選手が一番挑戦権を持っております。しかし、このムロジョンが亀田智樹選手をやるのか、それともフルトンと統一戦をやるのか、それともムロジョンが怪我でできない場合、これもうおそらくこうなるとトモキ選手が挑戦できないため、トモキ選手はフェザー級に上げるかもしれないとも言われております。どうなるのでしょうか。そして要注意外国人として WBA の1位につけてるアザト・ホバニシャン選手、これはかなりハードパンチャーです。この選手がちょっと要注意だと自分は思っております。この選手の戦績が、この選手は4年前に現在フェザー級のチャンピオンのレイ・バルガス選手に判定負けしてるんですが、それ以降の7試合なんと 6KO です。1試合が判定勝ちです。いや、この選手は打ち合いがもうえぐいです。パンチ力が半端なく強いです。だからこれは要注意ですよ。そしてもう一人の日本人、
武井良樹選手です。武井選手はまだ4戦しかしておりません。しかし4戦4勝4 KO。なんと5戦目で東洋タイトルマッチが決まってしまっています。そしてこの東洋タイトルマッチの相手がペテ・アポリナル選手。もう結構の強豪ですね。東洋チャンピオンなんで。そして、もし、これ武井選手が、このペテ・アポリナル選手に勝つようなら、もうこれで東洋チャンピオンになるわけです。東洋チャンピオンになると、おそらくこのスーパーバンタム級で、ランキングが、多分おそらく、WBC で10位以内に入る可能性があります。そうなると一気にトップ戦線に浮上しますよね。いやー、これも本当に楽しみです、武井選手は。武井選手は、とにかく8月24日、26日かもしれません。申し訳ありません。この試合、ちょっと楽しみに見ましょう、皆さんで。これ勝ったら一気にトップ戦線です。そして最後に、井上尚弥選手の新情報です。井上尚弥選手は、バンタム級4団体統一戦が、ほぼ決まりとのことです。それが、おそらく冬ぐらいになるのかな、と言われております。そして、なんとも、春には、スーパーバンタム級に乗り込むと予想されております。そして、井上尚弥選手が語った、戦いたい相手、それが、ムロジョン・アフマダリエフです。おそらく、フルトンの方がちょっとまだ手強いのじゃないかと、井上尚弥選手の方は思っているようで、とにかく先にムロジョンに照準を合わせるのではないか。というか、ムロジョンとやってみたいと言いました。これはもうムロジョンを狙いに行くのでしょう。まあ、ムロジョンの方が体格的にやりやすいんですよね。フルトンの方がリーチがあり、体格的に不利なため、まあ、井上尚弥選手にとって都合がいいのがムロジョンなのでしょう。まあ、ムロジョンを倒して、どうするかですよね、その後。とにかくまだ、バンタム級を4団体統一王者には、なっておりませんので、まずは、バンタム級からですね。そしてこれ4団体統一にならないとしても、4団体統一戦が実現しない場合であったとしても、もう、バンタム級では最強を証明しているので、おそらくもうスーパーバンタムに上げるでしょう、そうなった場合は。いやー、これもう本当に自分は楽しみです。井上尚弥選手がもう本当、どこまで行くのか。スーパーバンタムのチャンピオンと戦った時どうなるのか。そしてフェザー級行ったらどうなるのか。本当にこれ楽しみです。というわけでね、スーパーバンタム級が本当に今面白いことになっております。これ本当日本人もたくさんいるんで、皆さんで注目していきましょう。では、これを聞いて、いいと思ってくれた方はチャンネル登録の方よろしくお願いします。なおツイッターの方もフォローお願いします。なおこれこの間ちょっと一回ライブ配信をやったのですが、もしライブ配信またこの間面白かったということであれば、もう週1ペースでやっていきたいと思いますので、皆さんのリアルな質問意見に答えていきたいと思います。その時は告知をしてますので、よろしくお願いします。ありがとうございました。